歌の方4人姉妹、お母さんのために歌います。13番草原のマルコ歌います。栗の木の下での踊りはこんな感じ。大きな栗の木の下で、大きな栗の木の下で。どう？わかった？ポイントは胸の前で栗を作ってね。胸の前で栗を作ってね。じゃあやってみて。みだる、かだる、いわだるの3匹ですね。それは火、光、水、自然、闇、火、光。シンプルが直線を求める。人体は活躍を平和が訪れた地球。なんですかこれ。綺麗でしょ。宇宙ステーションみたい。あ、どんどん角度が。おお。はい。すごい。綺麗でしょ本当に。綺麗。面白い。ねえ、この焼きホタテは、ほらほら、この辺のビラビラなんかがあるから作るの大変そうだよね。はい、ホタテの出来上がり。ぎゅっと押して、こうすると。わ、ホタテのビラビラがちゃんとできるんだよ。あとはこうやって、串に刺せば、はい、もうこれで、焼きホタテ。時折訪れる梅雨の晴れ間、元気な太陽に誘われ、知らない街をぶらり、知らない街をぶらり、知らない街をぶらり。飛んでったバナナの踊りはこんな感じ。バナナ、バナナ、バナナ。バナナ、バナナ、バナナ。最後の部分は、こんな風に、バナナくんになってね。バナナくんになってね。バナナくんに、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 くんに。この夏、新たなる冒険の扉を開け、劇場版ポケットモンスター
ディアルガ対ファルキア対ダークライ。さあ、これで練習が始められるぞ。それ。これが本物のミットか。じゃあ俺にも喋らせろ。うちにも。うちにも。これが本物のミットか。じゃあ俺にも喋らせろ。うちにも。うちにも。